皆さんこんばんは、工藤です。12月20日、月曜日ですね。はい、夜の9時半でございます。はい、今日は、はい、学校のお仕事が私は、はい、午後入ってまして、ちょっとね、夕方の配信はお休みさせてもらいました。はい、でまあこれは完全に雑談というか、別に特に話すようなことでもないんだけど、今日の夕方ね、私大体夕方にお仕事終わると普段であればすぐにお風呂入ってね、夕飯に備えて、はい、お風呂入るんですけど、今日はね、お仕事終わった後、お風呂入ろうとしたら、母親が風呂の掃除をしていて、で、お風呂って、まあ、お風呂掃除するって言ったら、浴槽掃除するとか、まあ、いろいろね、まあ、壁とか天井とか、まあ、普段からそんな壁とか天井まで洗わないと思うんだけど、なんかちょっと気合い入れて、その天井のカビとかもきれいにやるみたいなことをやってて、母親がね、やってたんだけど、母親まあまあ背ちっちゃくて、天井が手が届かないというふうに言われたんで、ちょっと急遽ね、私が駆り出されて、仕事終わりにお風呂の天井のカビ取り作業を手伝う羽目になりまして、はい、夕方仕事終わりにそんなことをやってました。はい、まあ、マジでどうでもいい話なんだけどね、うん、そう、僕の母親背ちっちゃいんですよね。100何センチぐらいなんだろう、140、もうちょっとあるのかな、150ぐらいあるのかな、うん、結構ちっちゃいんですけど、お風呂の浴槽の中に作業用の脚立を立てて、はい、一生懸命、まあ、手の届く範囲をねやってましたね。で、私が仕事終わったのを見計らって、まあ、私身長175くらいあるので、はい、まあ余裕で吹きじゃないの、もうカビだから、もう吐いたをつけた雑巾みたいなやつで、こうゴシ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 って感じでね、はい、カビ取り作業をやってましたよ。はい、普段最近ね、運動不足になりがちなんで、ちょっとこう腕プルプルしながらね、腕とか足場がこう、なんつうの、足場もね、かなりこう浴槽の縁に立ったりとか、脚立の上にちょっと立ったりとかして、結構足場も悪くて、結構踏ん張ったりしてたんで、もう途中からもう足っていうか、ふくらはぎとか、手の握力もね、ちょっとプルプルしてきて、途中から、はい、ちょっと運動不足だなっていうのをちょっと痛感させられた、はい、午後でしたね。午後というか夕方かでしたね。はい、で、まあそんな話はまあどうでもよくて、私のお風呂のカビ取り掃除の話はまあどうでもよくて、この夜のね配信でお話ししたいのはですね、Spotify のポッドキャスト番組の評価に関するお話ですね。はい、私知らなかったんですけど、2日3日ぐらい前に Spotify で、まあ、アップデートというか新しい機能が、はい、追加されています。はい、でそれがどんな機能なのかっていうと、まあ、さっき言ったように、評価、まあ、レビューですね、うん、レビューじゃないか、評価だね、評価機能が新しく Spotify の、ポッドキャストに、追加されました。簡単に言うと、その例えばクドラジ、このねクドラジで言うと、クドラジに対してリスナーさんが、この番組面白い星5とか、全然面白くねえな星1とか、普通だなとか星3とかね、そんな感じで星っていうか、まあ評価をつけることができるようになりました。はい、これまではねなかったんだよね、そういう機能が。うん、まあ一応ね、アンカーとか使ってね、私配信してるんだけど、アンカーにそのエピソードごとに、ユーザーに、リスナーさんに対して、投票用の質問とか Q&A みたいなものを設定したりはできたんだけど、
だからそこにこうユーザーさん、ユーザーリスナーさんのコメントとかを載せてもらう、載せるというか投稿してもらうこともできたんだけど、あのポッドキャスト番組自体のレビューというか評価っていうのは、今までありませんでした。で今回新しくその評価機能が新しく追加されたという形になりますね。で私さっきからレビューと評価ちょっと混同してますけど、正しくは評価ですね、評価。あのレビューっていうのは、そのコメント付きで、この番組めっちゃ面白いとか、この番組めっちゃ全然面白くないとか、聞くのは無駄ですとかって、そういうコメント付きでやることは多分できないですね、まだね。うん。で今のところで言うと、Apple Podcast、今回のね、その Spotify の評価機能が、導入されたよっていう記事でも、結構 Apple Podcast と比較してるところがね、結構多いんだけど、まあ、私も、グドラジーも、Apple Podcast をはじめとして、Amazon とか、それこそ Spotify、Google Podcast とか、いろんなところでね、配信しているんですけど、今のところね、そういうレビュー機能がちゃんとついてるプラットフォームってやっぱ Apple Podcast だけだと思うんだよね、多分ね、もしかしたら他にもそういった、評価とかレビューする機能があるっていうね、番組もあるかとは、番組じゃない、プラットフォームもあるかもしれないんですけど、とりあえず私の中で一応認識してるのは Apple Podcast だけですね。で、Apple Podcast はまあ普通になんだろう、アップルのその iOS のアプリとかの評価するやり方と多分ほとんど同じだと思うんだけど、星と一緒に評価、その星5とかっていうのと一緒にコメントを一緒に載っける感じかな、多分。星5ってつけて、めちゃくちゃ面白い番組です、皆さんも聞いてみてくださいとかっていうコメントと一緒にこうつけたりできるんだけど、おそらくね、今回の Spotify の、評価機能っていうのはあくまでも星の評価だけ、だから星1から2、3、4、5っていう評価だけだと思います。うん。だからリスナーさんがこの番組に対して、いや面白いだとか、つまんねえだとか、普通だとかっていう、そういうコメントをつけて評価をすることは多分できないんだと思うんですけど、うん、おそらくね。で、あと何しようかな。とりあえず、まあ私普段から Spotify をスマホのアプリと、パソコンの Windows 版のアプリ、Spotify のアプリ使ってたりするんですけど、Windows 版の、Windows アプリ版の Spotify には、まだね、そこ辺の機能は実装されてません。はい。だから評価することができないんですよ。評価することもできないし、評価されてる番組があったとしても、星がいくつなのかっていうのすらわかりません。はい。だからね、まあ、そこは何だろう、まあ、おいおいっていう感じなのかな。うん。私が一応確認したところだと、iOS の Spotify アプリではすでにもう機能として搭載されています。はい。番組を見ると、すでに評価されている番組に対しては星いくつっていうふうに出てて、で複数の投稿がある場合はどれぐらいの投稿数があって、まあ、平均で多分星いくつなのかっていうのが表示されてるんだと思います。はい。で評価がない場合はなんか評価なしとかって書かれてたかな。うん。多分私の番組とかもそうだし、多分まだね、評価機能自体がまだ2日3日ぐらい前に出たばっかだから、まだそもそも Spotify で評価できるっていうこと自体がね、みんな知られてないから、相当人気のあるポッドキャスト番組で、本当に毎日たくさん聞かれてるような番組じゃないと評価してくれてる番組ってあんまないと思います。私もさっきちらっと見て、例えば聞くアニメとかもそうです、ね、はい、私がよく喋ってる
の聞くアニメ恋は夜空を渡ってとかも、はい、一応ポッドキャスト扱いなんですけど、まだ評価は全然評価なしっていう形になってました。うん、だから本当に企業さんとかがガチでやってるようなあの、まあ、番組とかコンテンツだとしても、まださすがに2日3日しか経ってないからね、うん、まだ全然評価されてないっていう感じですね。うん、っていうかリスナーさん自体がまだからその機能自体をまず知らない、知っていないっていうところが大きいかなと思いますね。ただその辺、本当にめちゃくちゃ人気の、例えばね、一応確認したのは霜降り明星のオールナイトニッポンとか、あとはマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロとか、あの芸人さんとかがやってるような本当にみんなが聞くような、たくさんの人が聞いてるような、あと呪術廻戦の呪術トークゼロとか、その辺のね人気コンテンツ番組に関してはがっつり評価されてます。うん、かなりの数の人がもう 100件以上、もう200とか、300あったかな、わかんないけど、はい、ぐらいの数のコメントっていうかレビューが、レビューじゃ評価がされてたりしますね。うん、だからまあ本当に最近ここ数日で始まったばっかりの機能なんで、まあ、これからだとは思いますけど、はい、徐々にあのいろんな番組に、評価星がつくようになるんじゃないかなと思います。うん、だからなんだろうね、今までポッドキャスト番組って本当に面白いのかどうかって実際に聞いてみないとわからないところでもあったし、だからリスナーの評価っていうのが他のリスナーさんにバレるって言い方悪いか、なんだろう、分かってしまうっていうところは、まあ、あるかなと思いますね。うん、まあ、もちろんそのいい番組はいいようにいいふうにこう評価されるわけだから、平均 4.9 とかさで出たら、あ、この番組すごい面白いんだって、リスナーさんの評価高いんだってなると、じゃあ私も聞こうってなる可能性もあるし、逆にあの、まあ、クドラジとかの場合だと、なんか、いやこの番組つまんねえなーとか、星1とかつけられて、そういう人が多くなって、番組の評価自体が悪い数値で表示されちゃうと、いやこの番組はつまんねえんだったら聞かねえみたいな、リスナーさんも出てきちゃうんじゃないかなっていうふうには、まあ、感じちゃいますね。だからここはねちょっと難しいところかなと思いますね。例えば YouTube とかってその各動画ごとに、グッドボタン、バッドボタン、なんか最近そのバッドの数値が表示されなくなったとかっていう、まあ、仕様変更もありましたけど、 YouTube ってそのチャンネルごとに星の評価ついたりしないじゃないですか。だからあのなんだろう、この YouTuber 星4とか星 4.9 星、2とかってないじゃないですか。だからそういうのないから、この人がすごい面白い YouTuber なのかとか、つまんない人なのかっていうのは、まあ、実際に自分で見て、まあ、確かめるますよね。うん、まあうん、まあそれが何だろうね、難しいな。うん、だからポッドキャスト番組はもう何だろう、もう Spotify 上で、星で評価できるようになっちゃったから、もうね、うん、もうできるようになっちゃったから、その星の評価によって結構リスナー増減したりするのかなっていう気もしてます。はい、そのあくまでそのリスナーが星の評価を見た時の、あの場合ね、Spotify がそのなんだアルゴリズム的に星の評価がたくさんついてるやつを優先的にユーザーに、まあ、見せるのかどうかみたいなところはちょっと分かんないですけど、うん、私がリスナーだったらパッてこう、まあ、この番組気になるってパッて見て、評価が高ければまあ聞こうかなとは当然ね思うけど、もし仮にさ、星1以下とかさ、星 2.3 とかあったらちょっと、この番組はって思っちゃわないかなと思うんだよね。うん、だからその番組自体が星で評価、星1から5で評価されるっていうのが、まあ、いいことなのか悪いことなのかはちょっと、うん、分からないね、難しい。
ポッドキャストのエピソードごとにそれこそグッドボタンとかバッドボタンがあるわけじゃなくて、うん、番組自体にその評価、星1から5の評価がつくから、うん、難しいなとは思いますね。で一応ね、でそれね、私ちょっと調べたっていうか、Apple Podcast もさっきその、まあ Apple Podcast が先駆けてそういう評価とかレビューの機能あるっていうふうに言ったんですけど、で私のねクドラジオは基本的にまあリスナーさんもまだそんなに多くないし、うん、まあレビューしてくれたりする人もいないだろうなと思って、全然気にしてなかったんだけど。今日ねアップルポッドキャストちょっと確認してみたんですよ。そしたら一件だけね評価してくれてる人がいて、ちょっとびっくりしたんだけど、えあれみたいな、一件評価されてると思って、星5で評価してくれてる方がいまして、うん、実際にそのグドラジのアップルポッドキャストのページをね多分見てくれればリスナーの皆さんも確認できると思うんですけど、はい、レビューとコメント、じゃあカスタマーレビューっていう形で書いてあります。はい、なので今星5をつけてもらってるんで、まあ、その人だけね、その1件だけついてるんで、 Apple Podcast 上の、クドラジは一応星5という評価になってます。はい、ありがたいですね。うん、で一応コメントにね、渋い、一人語りがいい、短いしおすすめですっていう風に書かれています。ありがとうございます。はい、渋いのかな、わかんない、自分だとあんまりそんな渋い声で喋ってるつもりはないんだけど、うん、まあ一人語りはね、まあ一人語りなんだけど、まあ短さはどうかな、個人的にはちょっと喋りすぎかなって思っちゃったりするけど、まあアニメ一本分ぐらい喋る時もあるし、下手したらねそれ以上喋る時もあるし、短い時は10分15分ぐらいかなもあるけど、比較的ちょっと長いかなって個人的には思うんだけど、まあ30分未満だったら短いなっていうふうに思ってくれる人もやっぱ、まあ、いるにはいるみたいですね。うん、ありがたい。いや渋いか、どうかな、渋いかな、いやどうだろう、もっと渋い声出した方がいいかな。はい、どうも工藤ですみたいな感じわかんないけど、まあちょっとね、はい、ちょっと渋い一人語りがいいっていう風にカスタマーレビューをねいただいたので、ちょっとこれからも渋い声を出せるようにちょっと頑張っていきたいなと思います。はいってな感じで、まあ Apple Podcast のねレビューは、はい、星5で評価されているんですけど、で新しくその Spotify の方でも評価星がつけられるように、まあ、なったというふうなわけですね。はい、だからまあ今日私が言いたいのはまずね一番はSpotify でポッドキャスト聞いてる人に対してSpotify で評価ができるようになったよっていうことを伝えたい。まず、うん、まず一番最初にその私の番組を高評価してほしいとかそういうのも当然あるけど、まずは機能自体があることを知ってもらわないと何にも始まらないから、うん、だからまずはこの配信を通してその Spotify でポッドキャストの、まあ、星をね1から5でつけられるようになったよっていうことを皆さんに、まあ、知ってもらいたいなっていうのが、まあ、まず一つですね。うん、でその次だね、その次に、クドラジの、はい、評価をぜひお願いしたいなと思います。はい、まあもちろんその評価で言えば、まあ、星5をねつけてほしいとは思うけど、まあそこの評価の数値に関してはまあ1だろうが、まあ、5だろうが、まあそこはリスナーさんが思う星をつけてくれればまあいいかなと思います。うん、まあ星1つけてくれるだけでも1つけてくれるってことは、まあ、聞いてくれたってことだから、まあそこはその何だろう、貴重な意見というか、まあもちろん多少はちょっと傷つくと思いますよ。星1え
ううってちょっとなるとは思うけど、あの、まあ、評価してくれるだけはありがたいというところかな、とりあえずは。うん、なんかね、そのさっきね、その Spotify の評価の機能が追加されたよっていう記事がね、まあ、いくつか出てるんだけど、クリエイターはリスナーから、少なくとも10以上の評価を受けた場合にのみ評価を見ることが、まあ、できますって書いてあるのね。うん、でこれはつまりちょっとよくわかんないんだけど、10件以上の要は星をもらえないとそもそも星が表示されないってことで合ってる。その今ね、その iPhone とか iOS の Spotify アプリでポッドキャスト番組確認すると評価なしって書かれてる番組がまあ大半だと思うんだけど、それはその評価自体がそもそも10以上ないから評価なしって書かれてるってことかな。だから1件とか2件だけじゃ評価なしっていう形になってしまうっていうこともあるかってこと？うん。でこの記事だと、今私が見てる記事だと、まあ、評価システム自体は Apple Podcast のレビューとかなり似てるようにまあ聞こえると。でも Spotify さんはそれに関してそうじゃないんだよっていうふうにまあ言ってるみたいですね。現時点では格付けシステムのみを提供すると述べた。で一方、アップルの実装によりリスナーはレビューを書くことができます。ん？これはアップルってことか。評価とレビューがアップルのプラットフォーム上の特定のポッドキャストのリーチに影響を与えるという業界の神話があります。ただし、同社はサポートドキュメントでレビューや評価がグラフ作成に影響を与えないことを明確にしています。同様に Spotify は新しいレーティングシステムは特定のポッドキャストの発見やチャート作成を考慮に入れていないと述べました。これはつまりだから評価がいい悪い、その新しく追加されたその星の評価機能のことを多分レーティングシステムって言ってるんだと思うんだけど、これがまあいいとか悪いとか、それこそ平均が 4.4 以上とか平均が2以下しかないみたいな場合であっても、その Spotify のアルゴリズム的になんかおすすめの番組を紹介するときに評価が低いから紹介しないとか、評価がいいから優先的に紹介するっていうことはしないっていうことかな。チャート作成、そういうことなのかな。ちょっと他の記事もちょっと軽く見てみようか。ディスカバリーを向上させるとアップルと同様の5つ星評価システムを導入。この機能は Spotify でポッドキャストが配信されているほぼ全ての市場で今後数日のうちに展開される予定。アップルとは違い、この機能は現時点では星評価のみをサポート、番組のレビューを書くことはまだできないと Spotify は説明したと。まあ、これはさっき言ったやつだね、私がね。でリスナーにお気に入りのポッドキャスト番組をサポートする機会を与え、クリエイターとリスナー間の双方向のフィードバックループを可能にすることだと書いている。しかしポッドキャスティングというメディアが出現して以来、5つ星のアップルレビューを求めてきたポッドキャスターたちは星の評価が実際にどれだけ番組の宣伝に役立つのか慎重だ。ポッドキャスティングでは立ち上げから数週間で多くの評価やレビューを獲得すれば Apple Podcast の注目すべきチャート New and Noteworthy に、リスト入りする可能性が高まり番組の成長が加速するというのは十分に裏付けがある神話。それにプロのポッドキャスターたちは Apple 自身が評価やレビューはチャートに影響を与えないと言っていることを指摘している。プロのポッドキャスターたちは、だからアップルでも星の5がつい、その何だ、立ち上げてすぐにたくさんの評価だったりレビューを獲得すれば、その何か注目すべきポッドキャスト番組みたいな、ね、アップルのおすすめのやつに多分乗ることが多分あるんだろうね。ある、そういうことはまあ何か
か裏付けがあるふうに言われてて、でアップル自身が評価やレビューはチャートに影響を与えないと言っていることを指摘している。指摘している、評価はリスナーとなる人が、番組の質を素早くチェックするための素晴らしい方法。まあそうだよね。現時点ではこの機能の初期段階なので、番組の評価はポッドキャストチャートやパーソナライズされたレコメンデーションに織り込まれません。だからそういうことだよね。あの評価が良かろうが悪かろうが、そのなんだろう、ポッドキャストの、まあ、チャートっていうのは多分なんか今一番みんなに聞かれてる番組はこれだみたいな、その一覧とか今このジャンルでおすすめの番組はこれみたいなやつの中で、その星の評価がいいやつを優先的に紹介するみたいなことは今のところはないと。あとパーソナライズされたレコメンデーションも多分その、例えばなんだろう、芸人さんのポッドキャスト番組ばっかりをこう聞いてる人に対して評価の高い芸人さんの番組ばっかりを紹介するわけではないと今のところは。だからその評価がいいか悪いかが関係ないってことだね今のところは。あくまでそのリスナーさんがこの番組気になるっていうふうにポッドキャスト番組を開いて、あ、この番組の評価星4点いくつだ、あれ 2.3 だとかっていうふうな、まあ、あの指標でしかないということだと思います、とりあえずは。まあ、今後ね、その、まあ、なんだろう、そういうチャートだったり、パーソナライズのされたレコメンデーションに織り込まれるかどうかっていうのはちょっと分かんないけど、これは、つまりファンがポッドキャストをどう思っているかを示すツールではあるが、今のところ番組が Spotify のチャートやキュレーションリストに載るためのものではないというふうに書いてますね。そういうことだよね。まあだからあんまりその評価ばっかり気にしてもしょうがないとは思うけど、まあなんだろう、まあ2日3日前に出たばっかの機能だからね、まあ、とりあえずはそのさっき言ったような評価、とりあえずそのリスナーさんがこの番組をどう評価したかしないかっていうだけってことだね。それがそのSpotify 上の表示のされ方とかには特には影響は今のところはしないっていうことみたいです。はい、なので皆さん、あの思う存分好きな番組、ポッドキャスト番組に星をつけてあげてください。もちろん、まあ、これを聞いて、いやこのことらじ、いや面白いわって思ってくれた方は星5をつけてほしいですし、いやこいつやっぱつまんねえなって思ったら星1をもバンバンつけちゃって、はい、ください。はい、あとね、あ、そうだ、こっちも宣伝しとくか。あの私がね、あのパーソナリティを務める、ヤドラジの方もよければ、はい、あの Spotify で配信されてるんで、こちらも、ヤドラジ、まあ、ヤドカルさんがやってるヤドラジ、私と、セッツさんっていう方がね、あのパーソナリティを務めていて、で一緒にあのゲストさんを交えたりしながら、まあ、日本全国のゲストハウスとか民泊について紹介している番組なので、ぜひそちらも聞いて、あの星をね、こう、まあ、できれば5をねつけてほしいんだけど、はい、評価してもらえると嬉しいかなと思います。まあ、そんなところかな。はい、というわけで、今日の夜の配信は、Spotify に星5評価の機能が、あ、5つ星評価のシステムが、まあ、導入されたよっていうお話でした。本当にね、まあ、スマホであれば多分ね iOS、Android 関係なく使えると思うんだけど、もうすでにね、パソコン版の Spotify はちょっとまだ未実装っていう感じだったけど、スマホではとりあえずできると思うんで、よければ、はい、ぜひね Spotify で、まあ、クドラジでもいいですし、他の自分のお気に入り番組でもいいですので、あの星をつけてみてはいかがでしょうかっていう感じですね。はい、というわけで、今日の夜の配信は以上になります。また明日の配信でお会いしましょう。
おやすみなさい。バイバイ。